吹っ飛ばし合いターナメン。さあ、トピングレス行きましょうか。吹っ飛ばし合いトーナメント行こうか。先手主張。うわっ、もう一度。うわー、食らったけど大丈夫やな、これな。あかんねや。端っこまで行っちゃったか。ちょっと強そうやな、青人。人間舐めてそうやな。芝居たるわ。食らえ。ほら、青人絶対キャラコンうまいやん。人間舐めてんな。人間舐めんな。うっ、もう一度。次飛ばされたら終わりやもんな。させるかよっと。さあ、さらには復活させないというテクニックもございますが、どうでしょう。復活阻止いかー。おっしゃー、まずは1回戦突破。さあ、第2回戦オープンですね。さあ、ここで無限耐久いこうか。無限耐久できない。まずは先手主張。ルイジメンバーに対して先手復帰阻止。無理か。ヒップドロップビーム。上からか。いや、これかけられるな、逆に技を。ギリギリセーフか。ギリギリセーフやな。さらにこっちカウンター。ふっ、カウンター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 。無理か。うっと、一回サイドを変えたか。面白い。人間、これ危ない。ルイージを左に飛ばすか、右に飛ばす。オッケー、右に飛ばしてかぶせる、打ちます。オッケー、かぶせた。俺も食らいながらもかぶせていくっていう。やったー。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。ワールドにタワー、ワールドにタワーですね。タワーやからさすがアイテムから入っとこうか。切れずしたら終わりやもんな。登り捨てとかそういう可能性もあるからね。ごめん、危ない。ほっ、ルイージずれて先手主張したけど、ちょっと難しそうなコース自体が。パックンとか出るやろこれ。うっ、ブロスターズ危ない。貫中、おっと、貫中前、青いと気絶、チャンス。太陽浮上、日が昇って、このままゴールの可能性はない。タワーやもんな。やばい、ボス戦や。空中にか。空中にはまずいですよ。危ない。避けていって、でこれ一発踏む。さあ、ルイージメンバー来たな。さあ、これは危ない。オッケー、ルイジマン気絶、無事に早く。オッケー、あ、青いてきた。で、上からここやったか。オッケー、ゴールです。マジックボッシーズ、マジックボッシーズですね。みんなの狙い左やな、これ。さすがに左から行った方がいいよな。さあ、どうだ。先手主張、俺や勝たんちゃうか。ちょうど今抜かしたから、このまま上からゴールでしょ。さあ、どうでしょうか。行くしかない。マリオ頭貸して。いやー、無理だ。プロペラーってとしてもこれ無理やから。いやー、どうやろうな。でも全員倒すのなかなか厄介やから、俺アコンで行くわ。アコンやったら無視できるかも。ギリギリ三段ジャンププラス滑空でいけそう。ギリギリ多分調整してんじゃん、そういう風に。三段ジャンププラス滑空っていう風に距離測ろうか。なるほど、ここから行きますよ。ワン、ツー、スリー、ヤッフー。さあ、どうだー。やったー。青い人も来た。そのためのアコーンだと思っていたよね。さあさあ、リターントゥアコンプレイン、リターンコーンですね。スタート。まずはキノコから行こうか。アコーンじゃないんやね。どっかでアコーンかな。それ以上メンバーどうだ。フリーをずれて、これキラープレイ仕掛けるわ。ルイージがスキーが生まれた瞬間やな。まあ、1回投げるか。1回投げとかないとノコノココーラ復活しちゃうからね。さあ、中間無理やり取らせて、進化時間出てイメージ3段ジャンプ決まって、アコンプレインですが、コーン関係なしなのか、それと裏目に続いてるんでしょうか。関係なしでしたね。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。ナンバーズの 1-4 ロイヤルガーデン、ナンバーズステですね。スタート、ロイヤルガーデン行きましょうか。おっと、プニプニなってもズナ同じかどうか。まあ、4番手やな。バックで切れしないように注意する。オッケー、誰かファイヤー出しそうやったから取っとこう。予約しといた、上ルート。さあ、気絶。あとは、おっと、バンザム出てるが、これ決めば、確保に向かいます。待ちなさい。あと少し、3馬身のリード。このままゴールで負けちまうが、おっと、そこ引っかかった。チャンスです。おー、その1個の逆転の要素で勝ったか。チーズだらけの砂漠、デザートフルオブチーズ。チーズだらけの砂漠ですね。スタート。チーズどこやろね。これがチーズなのでしょうか。何これ。はい、でフリーを来たが、フリーを連れて、おっと、この子もちょうど突き刺さってしまったみたいな。ほんなアイテム取ろうか。宇宙プロペラ。ルイージメンバーとの距離はまあ中距離ぐらいか。アイコンサイズが中サイズぐらいやから。ほい、チーズの要素ちょっと分かりませんが、これがチーズいうことなんでしょうね。上からいけそう。でも行かれへんと思うな、こういうコースって。なんか意外とね、しっかりしてたりするもんな。チーズだらけの砂漠で、しかも英語までさ、オブチーズとか言って、あのフルオブチーズとかって書いてくれとったから、しっかりしてるから、多分上からね、プロペラで行っていきますみたいなのね、認められないと思うわ。はい、でこれでゴールやろ。まだありそう。あ、ゴールない。上から無理やんな。そうやんね。
はい、オッケー。はちゃめちゃめっちゃ嬉しい。1個ね。ボット。ボットですね。これアイテムから行くわ。パックンでやられそうやし。フラワーから入って、多分パックン出るんじゃない？出ない。え、あ、何個いんやろ。あ、全部いりそうやな。で、各自ってことか。どれかもう行くわ。みんなで分散しようぜ。で、それじゃプンプン担当するから、君たちブンブンや、いろんなキャラクター担当しといてくれよ。でも、フリオ来てないな。フリオまさかにサボるつもりちゃうやろね。みんなでやろうぜってやつやから。信じていくしかないね。3つの土管で。マリオこっち来たぞ。で、ルイージュやってくれたの、ありがとうな。ってことは、マリオが行ってた土管が正解になるな。あれ、鍵足りんやろ。足りないな。マリオは行ってない、行ったらここや。あ、ブンブン先生やんね。マリオちゃんと担当してくれたんや、ありがとうな。ただもらうのは俺にしようか。ふっ、辛かっていきたい。よし、上どこか一発で切れたんでかい。さあ、ルイージメンバーから逃げていくようなイメージ。さあ、ゴールか。オープン、オープン。ハマトグメンバー、よし、踏んでいこう。うわー、スターあるぞ。関係ないね。ブンブンストラグル、ブンブンストラグル、スタート。アイテムから入ろう。ブンブン背中の戦い。キノコ2つ回収して、青いと大やけどという形。フリオいったな。しかも速いわ、あいつ足速い。うまいマリオですね。確保に向かいましょう。フラワー、俺もフラワーでいいかな。これはこう入ってたな。怖い怖い、一瞬投げられるかと思ったわ。さあ、青いともそのまま突貫か。うわ、やばいな。はい、フリオが登っていくけど、ブンブンストラグルやから多分上の方にブンブン待ち構えてるんちゃうかな、思うねんけどな。よし、とりあえずあらゆる足場使って上行こう。そのまま行っといて、かなりマリオ、あ、中間取っとるぞ。過去に向かおう。中間取ろう。中間取って、どこだ、フリオおるやん。フリオおるの実況プレイじゃん。フリオおる。あ、入られへんねや、なかなか。オープン、よし、入った。ほんでドロッパーズ行きたい。え、うわ、痛い方、最後痛い方やって。それはオープン。アイテム取ろうか、さすがに。ここはフリオに一回先手を譲ろう。まだゴールじゃなさそう。どうか、ふっ、挟まりそうで怖いけどね。よいしょー、さあ交わった。ジャッジ、うわー、どうだ。マリオ大やけど。そこでのブンブン戦、しかもあれや、このスキンやからすぐ倒せる。せーの、ポン、やったね。いや、今のマリオきつかったやろうな。滑り落ちた矢先がマグマっていう。調子を終えた後、スタートマリオです。行きましょうか。調子を終えた後のなんとかコースですね。ハバトミメンバーでいいんじゃないか。うわ、でもオーバーランみたいな形になったな。さあ、ルイージとの一騎打ち。ハバトミメンバーで行こうか。この 3D スキンはもうハバトミメンバー軸でいいよ。このバックスはいるんかな。一応持っていくか。バックス持っていって、なんか矢先で使えるかもしれんね。全然使えなさそうやな。やばい、うわー、足りない。ルイージ足りるか。足りひんよな、これ。途中で暴発するから足りひんのよな。オッケーオッケー。ほんでこのまま走っていこうか。ルイージ来てる。どうでしょう。いや、まだあるな。ダブルダーか。キノコ、ワン、ツー、スリー。いや、これ難しいのな。幅跳びもちょっと刺さなそうやし。2回ジャンプからダイレクトジャンプでいこうか。大砲は痛い方で、オープン。さあ、どうかってことはいいですよ。で、これで大砲引っぺがされて、特大ブーメラン行こうか。特大ブーメラン、カツン、カツン。あれ、帰ってくるまでちょっと時間かかっちゃってんな、今。はい、しゃがんで、いいですね。今ね、あの5連勝中なんで、これで6連勝ですね。よーし、倒せ。さあ、これ勝てば7連勝で、7連勝行きましょう。さあ、これ勝てば7連勝ですよ。あ、倒さなあかんって。でも、戻ろう。戻った方が良さそう。捨てます。そのとこでブルブルしてる場合ちゃう。さあ、ルイージメンバーどうか。行かれるワールドだー。ザ・リアルチャレンジ。リアルチャレンジですね。難しそうやな。確かに。チャレンジぐらいやわ。アイテムかな？アイテムじゃないんや。それやったら、なおさら難しいな。隠しスターとか、そういう系統なのか。とりあえず、まあ、あれやな。こうやって、やられてでもダメージ与えようぜ、みんなで協力して。隠しスター探してんな、これこちゃん。わかるわ。でも、このコースはチャレンジコースやから、多分隠しスターとかないぞ。いやー、これ難しい。さあ、2撃目、ルイージ加えた。3撃目、誰が行く。さあ、いけるか。3撃目、この子、相打ち。危ない。うわー、オープンか。いや、まだゴールなんてないはずやで。クッパおるはず。チャレンジやから、おらへんわ。
配置せイギーキャスト、イギーの条件戦ですね。スタート、イギーキャッスル、シャタタバ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 ですよね。さあ、ルイジメンバーファイヤーにかっさらわれたというイメージ、負けましたか。確かに。で、まだ負けじゃないんですね。イギーやからさ、これがね、クッパジュニアとかその辺やったらあかんけど、イギーやからいけるでしょ。さあ、子猫大丈夫か。子猫ファイヤー獲得。ほんで、負けました、連打。でも、もう一回切れてたんか、まさか。それはもう負けやる。二回目はさすがに間に合いのちゃうか。一回までちゃう。あ、やばい。これ、倒さなあかんって。カメックス。カメックス倒そう。どっちのファイヤーが通ったか、俺やろ。俺のファイヤーが通っていて、で、子猫ちゃん連れてますからね。さあ、イギーとの戦いが待ち構えていると思います。さあ、行きましょう。さあ、イギーです。来た。うわ、ちょっとずれた。おい。さあ、頭に玉ねぎを乗せてる、言うべきですかね。どうだ？カコーン！ゴリーン！ハードデザート！ハードデザート！スタートー！さあ、難しい言うてるから、まあ、さすがにそれ信じるか。ハードを信じて猫から行こう。ゴー！おっと、あ、ほんまに猫ないとあかんかったんや。まあ、これでさ、詰みですわ。まあ、マリオでも猫でいけるか。そうやね。マリオ、ブレイクイントゥーザベルト。マリオブレイクイントゥーですね。これスターの総取りでいいんじゃない。スター4枚取り。よし、4枚取りからやばい、ルイージ蓋されるかも。ルイージ蓋してこへんねや。おー、それは蓋しなあかんやろ。今の俺がルイージやったらもうね、蓋して通れないようにしちゃったわ。あ、隠した来た。いけるか。こうやってここに頭ぶつければいけるか。頭ぶつけて相手に入らないようにしつつ、これも多分持続的にはまだ間に合うはず。そろそろ限界迎えるぞ。よし、ちょうどいい。もうこのまま行けろ。やったか、リンキングメンバーだ。リンキングメンバー来たー。ほんでオンオフ、どういうこと、これでどうした。あー、そういうことか。一回帰ってここで帰ったらいいんか。こうやな。で、子猫が来る前にもう一回知ってしまいましょう。間割れるか。間割っていこうか。食らわないようにしよう。食らわないようにリンク残したのは絶対いいから。これも発射今確認した。あれ関係ない。うわ、生切れで抵抗するわ。待ってからゴー。よしよし、これリンク残ってるのでかい。さあ、これ猫ずれた。大チャンス見ていいでしょう。クッパ戦かな。あ、ルドビック、しかも戦い必須か。鍵誰が持ってる。いっちゃいましょうか。クッパが持ってるね、鍵。よっしゃー、ありがとうございます。ゴリン、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございましたと言いたい。